私の海外好きでよく両親に迷惑をかけてしまったことは今でも反省です。何があったんですか？チキンおじさんの人形を気に入ってしまい、一日中見つめていました。なんだ、可愛い話じゃないですか。私の初恋でした。変な子ですよね、私。人形が初恋なんて。でも小さい頃は本当にあの人形が大好きで大好きで、一日中見つめていました。それがご両親の迷惑に？はい、実は。ずっと人形を睨みつけている子供がいて迷惑だと、お店から連絡が来たそうです。その後、私はサンタクロースを知りました。そして両親に家に煙突をつけてほしいと、1年間毎日ずっとねだり続けたり。1年間毎日？どうしてもサンタクロースを捕まえたくて。でも和風の家に煙突ついてたら変ですよね。マイカさん、今捕まえるって言いましたよね。お覚悟です。